もしこうちゃんがそのちゃんとした順番でやってたらどうなんですかっていう。ああ、そうですね、最初に、一番最初に1904年を消しちゃったんですよね。そう、間違えちゃった。1904年を消さずに、だから押したら俺は1807、はい、まずはい、1877年で西南戦争が起こる。正解です。で、1603年が徳川家康が征夷大将軍に就任する。はい、合ってます。1603年も合ってます。で、残りは全部その残りです。あ、1053以外は消せるから、だからそうですね、はい、ということで1053年当てれば。何これ、1053年聞く、何だったの。1053年は藤原の頼通が平等院鳳凰堂を建立。ああ、これは知ってていいやつだ。これは確かに、これは確かにだね。まあ、こうちゃんも順番を間違えていなければ、伊沢さんと同点はいけたね。伊沢さんの方ちょっと見るか。伊沢さんの見ましょうか。でね、これ多分ね、俺多分14世紀だと思うんだよね。14世紀にじゃあ穴に事件が起こる。はい、正解です。正解でね。で、1600年関ヶ原の戦い、1919年ワルター・グロピウスがバウハウスを建てる。はい、1669年、はい、これが1669年、これが、シャクシャインの戦い。はい、おお、ありがとうございます。シャクシャイン、すごいな。1931年がカール・フェルトがノーベル文学賞ね。カール・フェルトがノーベル文学賞、うん、ここにもあるか、はい、カール・フェルト。で、1773年が、はい、ボストン茶会事件。1773年、ボストンティーパーティー、正解です。はい、1582年が豊臣秀吉が大宝検地を行う。正解です。そして1960年が、日米安保改正。そう、俺もそう、まあ、言おうとしてたのは、日米安保改正。まあ、安保闘争が起こるとかでいける。日米安保闘争が展開される1960年、正解です。そうだから、そう、だから俺こっち行ったらね、全部行けたんだよ。本当だね。いや、だから今のはすごいお見事だな。お見事ですね。こちらを選んで、伊沢さんが1を選んでいなければ、いやー、ベストチョイスでしたなー。はい。